国鉄の内部工場ですちょうど私の横にありますのが今国鉄が販売しております4種類の中古貨車のうちの1つでだいたい重さが5トンぐらいあるそうなんですけれどもすでに車輪などが外されておりましてこうした状態で一般の方に引き取ってもらっておりますさてそもそもこの中古車の販売なんですけれども国鉄の貨物部門の合理化で大量の貨車が余ってしまいまして これを何とかしようと知恵を絞った結果生まれたもので、あまりの売れ行きに国鉄担当者もびっくりしております。最初は売れないんじゃないかということで、あの心配はしとったところですけど、反響が大きいことでも大変びっくりして職員も一生懸命で皆さんにお渡しするのに努力しているというのが実態でございます。あの扶養資産の有効活用って言いますか資金化っていうんですか、そういうことにみんな一生懸命になっております。思んですから。 さて売られた貨車はどうなっているのか。ここは札幌北区の新琴トです。ここに三両の貨車がありました。まあこのフロアだいたい二十坪ぐらいありますけども、普通ですとまあ七百万ぐらいかかると思います。それがまだいたい二百万以内でやれたと。あのこうしてみますとこれがとても貨車の中だっとは思いませんね。これはまあのあの結露の問題がね、まあいろいろあったんですよ。うん、それとまああの鉄びえ冬においてはまあ寒いと。うん、この辺のあのなんというか。 改良ですねこれはあの徹底的にしたと一方札幌の西区では自分の土地に中古貨車をドーンと置いて仮設の設計事務所として使っている人もいますこのほか厚別では喫茶店などにも利用されておりまして考え方次第では使い方もどんどん広がるようです